こんばんはでは今日動画やっていきます髪の毛切りましたねうんちょっとなんかまばらな感じなんですけど髪の毛を切りましたで今日は今ね夜の今夜中の1時なんですけど友達と飲んでで帰ってシャワー浴びて今って感じですねなんですごい目が目がすごい赤いですね 本当に酔っ払っ今も結構酔いが覚めてもうそこまで酔っ払ってるって感じじゃないんですけどまあ明日の朝は怖いですねおとともちょっと飲んで起きたら頭痛くてちょっと二日酔いがやばかったんですけどまあ今日明日もそうならないでほしいなと思いますねで今日はですねそうねなんかまあ唯一その成長したなっていうか 年を取ったのか成長したのかそれとも趣味が変わったのかまあいずれかは分からないんですけどなんか今日久しぶりにその渋谷で飲んだんですねで渋谷で飲んでその後ちょっとクラブ行こうみたいになってでクラブに行ったんですよでまあそ,の行ってたその行ったクラブがまあその前その大学2年生とかにね行ってたようなその EDM 系のクラブでで入った時はすごいその「あ,あ懐かしいなこの感じ」みたいなすごい爆音で流れて音楽がでお酒も飲んでてあ,あでなんかまあねクラブだからタバコの匂いもするしなんかあ懐かしいなみたいなそんな感じの感覚になったんですけど何ですかねその心の底から楽しめなくなったっていうか そのなんだろうなあ,あんまりそのバカみたいに踊れなくなったっていうかね何ていうんですかねしかもなんかまあ最近その EDM も聞いてなかったんでそのなんだろうね EDM の乗り方もわからなかったしそうねでなんか周りも周りですっごい盛り上がってたんだけどなんか一人だけ酔っ,払ってる酔っ払ってるのになんか冷静で入れたんですよね なんかそれがねすごいなんかなんだろうなうーんちょっと変な感覚でしたねなんかいつもいつもっていうか前まではあすごい乗れてたんだろうなとは思うんですけどすごい今はすごい冷静な目で見ちゃっててなんだろうな俺乗れてないのかなみたいなけどなんか乗ってないとこいつ透かしてるやつみたいに思われるからみたいな感じで一応手はこうやってねやってたんですけどまあなんかうん。 もう行かないのかなと思いましたね。あんまりそういうとこも。まあ、な,なんだ、なんですかね。その、ね、たまに、本当にたまに行くのはいいと思うんですけど、多分もうそんなに頻繁にも行かないし、多分好んでも行かないかなと思いますね。もうこれからは。というのも、なんか、普通に、 オールするにしてもなんかご飯とか食べてとかなんかそういう感じの方が楽しくなってきたっていうか体力がなくなったのかなつまりはなんかわかんなくないわかんなくなってるんですけど今まあねなんかそういうこともあっていろいろねなんか変わったなと思いますねって感じですねそう今日ちょっと遊んでみて価値観というか 成長したのか、おい、お年をたったのかっていう、そんな感じです。僕のそれが今日の動画ですね。で、まずは、時 o が、あの、歯、コスチューム決定したっていうのが、すごい、まあ、5日前の動画だったんですけど、あのー、まあ、インスタでも見ましたね。なんか、なんですかね、あれ、バスケみたいなユニフォームを着てて。 まあ実際あれが何なのか、何のコスチュームなのかっていうのは僕には分からなかったんですけど、まあすごい楽しそうなね、笑顔をしていて。で、メキシコ人じゃなくて、なんだっけ、南米の人とね、同じやつを着ていったっていうのは分かって。で、まあだすごい楽しそうな買い,買いそうでしたね、あの写真を見てる限りでは。ハロウィンのね。あれはどうなんですかね、あれを着て、その後はなんか私服とかできるんですか、あれは。 ね、普通に日本の夏とかだったらあれちょうど来たらちょうどいいんじゃないですかねタンクトップで半ズボンみたいなね皇居とか周り走れそうですねあれ来てで解放時が今日あとハロウィン会をしたっていうことでねいやなんか毎回毎回そういうイベントごとがあって楽しそうですよねしかもなんか最近結構いろんなご飯屋も行ってそうなのでね なんかいいなと思いますし、ちょっと僕も今月末、24、25、26ね、ちょっと京都お邪魔するんで、なんかおすすめのご飯があったらっていうのもそうですし、僕もね、ちょっと行きたいところを調べてみますね。まあ、たぶ今んとこ、あの、一個行きたいところっていうのはカレー山水ガーデンなんですけど、 枯山水ガーデンで有名なとこをどっか忘れたんですけどね、そこ行ってみたいなと思うし、あとは、ちょっと紅葉の時期もね、かぶせて行こうかなと思ってて、で、その時期にチケットも取れたんで、もしね、その紅葉がまだ綺麗であれば、その紅葉の、うん、どこだろうね、なんか嵐,嵐山とかね、そういうとこ有名かもしれないんですけど、ちょっとわかんないんで、それとも行ってみたいなと思います。 行ってみたいなっていうか行きたいなと思いますね。まあ、そんな感じですかね。ちょっと行きたいところを調べてみますね、今日と、ね、で、また相談しま,し,します。って感じで今日の僕の動画は終わりですね。今何分 ?6 分半か。いや、すごい今目赤いですね。自分で今動画で動画越し見てるんですけど、すごい赤い、赤いですね。もう寝なきゃいけないです、これは。 まあ今日は吐かずに済んだっていうのはとても良かったですね。そんな強いお酒も飲んでないし、ね。まあただね、なんか、久しぶりに、久しぶりじゃないんですよね、お酒飲むのは。ただなんか、その居酒屋のサワーっていうのは、ね、あんま体には良くないね、あれは。 缶の中配とはちょっと訳が違う、なんか質の悪いアルコールを飲んでる感じがして、とてもと体の中がすごい嫌な感じがするんで、早くデトックスをしたいなとは思ってますね。では、おやすみなさい。